というわけでやってまいりました。今日はですね、本田さんにね、実は行ってました。自主回収点検ということでね、フィットのね、コンピューターを、ちょっと変えるということで、今日行ってきましたね。ほら、これね、納品書。キャンペーン KC28 TDU ECU アップデート。アップデートですね。コンピューターを変えるというか、プログラムを、アップデートということで、ちょっと不具合があったみたいですね。リコールまではいかないんですが、自主回収ということで、どんな不具合がね、あったかと言いますと、発信時というか、ストップ&ゴーの時に、ミッションの、プログラムが、誤作動して、ちゃんとしたギアに入らないと。いうことで、警告が出るということで、実際ね、私もね、一回ね、なんか黄色でね、バーンと出たんですけど、一瞬だったんでね、なんかちょっとパニックになりましてね、うわ、なんやと、しかも交差点だったんでね、一瞬何が起きたんかなという感じで、鍵の認識がなくなったんかなという、ちょっと勘違いして、一瞬だったんでね、ちょっとわからなかったんですけど、ここにね、警告がバーンとね、黄色で、表記で出るんですよね。で、この車ね、兼用でね、乗ってるんで、うちの嫁もね、なんかちょっと発進時にちょっとこう、なんていうんですか、アクセルを踏んでも前に行かないみたいなね、一瞬ちょっとクッというね、タイムラグがあるということを言ってたんですけど、それも関係するのかどうかわからないんですが、ちょっと今、試しでね、走ってみようと思います。っていうかね、点検行くたびにね、めっちゃ綺麗なんですよ。なんかね、室内ね、もうピッカピカにね、してくれるんですよね。ほら、もうシートとかね、もう綺麗にね、内装を拭いてくれてね、もうピッカピカなんですよ。もうこの辺もう指紋なんかないですよね。で、外装もね、もうピッカピカにしてくれるんですよね。ホイールもね、ピッカピカで、タイヤもね、これタイヤワックスかけてくれてるんですね。ではね、今日も安全運転で行ってみましょう。交差点でね、ストップ&ゴーの時に、よく出る、誤作動が出たということでね、私ね、乗ってる間、そんなことなかったんですけど、いっぱいね、売れてるフィットなんで、その中の数台でそういうクレームがあったということですね。安全のためにね、自主回収ということで今回あったみたいなんですが、本当にね、なんて言うんでしょうね、エンジンが止まるというよりは、なんかこの、一瞬ね、エラーがバーンと出るんでね、やっぱそのパニックになって、そのパニックになった時に、なんかいらない操作をね、アクセルぐっとね、踏み込んだりとかね、なんかそういうことをして、パニックになる方が、問題かなと思いますね。冷静にね、判断ができればいいんですけども。で、先ほどね、整備士のね、お兄さんにちょっと詳しく話聞いたんですが、そういったね、パニックになった時どうしたらいいですかと。パニックというか、こういうエラーメッセージ出た時どうしたらいいですかという時は、とりあえずね、再起動してくださいと。エンジンを、一回ストップして、もう一回かけ直すという作業をしてもらうと、コンピューターの方がね、再起動されるので、それで、ちゃんと、問題なく走れるということらしいですね。なので、交差点とか、緊急時にね、急にエラーメッセージが出て、車が動かなくなったという時は、一旦ちょっとパワーボタンを押してエンジンを切るという作業をしてくださいね。パニックになったらね、本当にもう一瞬自分がどうしたらいいんだっていうね、判断がね、鈍りますからね。今、ストップしております。もうコンピューターね、アップデートしたんでね、大丈夫だと思うんですけど。今、EV マークがついてあります。これね、点検出した後ね、結構 EV がね、つく感じするんですよ。充電もね、してくれてるのかな、という感じがしますね。で、さっきまでね、台車で、N 版ね、貸していただいてたんですけども、それからね、このフィットに乗った瞬間、すごい、やっぱ、すごい乗用車に、いい車に乗ってるなという感じがしましたね。やっぱ、バンはバンだなと、やっぱ、軽は軽だなという感じがしましたね。いや、フィット、改めてこのフィットが好きになりましたね。の i-DCT はね、結構昔出始めの頃からよくね、クレーム対象といいますかリコールがいっぱいあったと思うんですけども、まあ、この Fit3 のね、まあ、今のこの最終形のモデルはかなりね、成熟していることになりますね。まあ出始めがちょっと出すのが早すぎたのかなというぐらい言われてましたね。まあ、それぐらいちょっと不具合が多かったという車ですね。まあなんですけども、まあそれを除けばすごいね、やっぱいい車なんですよ、フィットってね。燃費もねいいし、何よりね、このやっぱ結構走るんですよね。スポーティーに結構キビキビ走ってね、荷物もいっぱい乗るしいやー、値段もね、まあそこそこ抑えられてるということでね、いやいい車だなと私は思いますね。でもうすぐね、フィット3からフィット4になりますね。次はね、i-DCD から、i-MMD ですね。モーターがね2つになるということでね、さらに上質な車になるということですね。まあ、ハイブリッドタイプじゃないのは、まあ、1リッターになるということで、まあ、今これ 1.5 リッターと 1.3 リッターなんですね、基本ガソリンエンジンの方はね。なんですけども、今度はまあさらに1リッターということで、さらにエンジンが小さくなると、まあ、その辺はね、燃費を稼ぐのかな、ひょっとしてもう40キロ台、JC08 モードでね、40キロパーリッターぐらい走るということがありうるのかもしれないですね。まだその辺発表になってないですけどね。まあハイブリッドじゃないタイプは、1リッターターボということで、まあターボでね、まあ、燃費を稼ぐという感じで、まあどっちかというとね、まあ、ヨーロッパ仕様ですかね。まあ、日本国内でもよく売れてるんですが、まあ、海外でもね、このフィットジャズっていうね名前で売れてますので、まあ、そういう視野もあるということですよね。で、まあ、ガソリンじゃなくて、まあ、ハイブリッドの方は 1.5 リッタープラス2モーターということでね、いや本当フィットといえどもね、高級車の仲間入りという感じがしますよね。すごいね、やっぱ上質な走りするんですよね、i-MMD は。まあでも今、いや本当にこれ N 版からこうちょっと乗り換えたら、やっぱこういい車だないい車だなと思いますね、このフィットね。いや上を見るとねキリがないですけどね、いやフィット3私は好きです。はい、というわけでね、今日はこんな感じで雑談動画でした。私の動画が面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでフィットハイブリッドの点検に行ってきたでした。じゃあね、バイ。